ではここからは皆さんと一緒に新型コロナウイルスについて考えていきたいと思います今日中継でも花見山の様子をお伝えしましたが桜見ごろを迎えているところ増えてきましたね、うん、そうですね、うん、そこで今日はコロナ禍でのお花見マナーについて改めて皆さんにお伝えしていきたいと思います花見山でもしっかりとした感染症対策が行われていましたねそうですね、うん、その他今週末にも見ごろを迎える桜のスポットでも感染対策を行われていますので見ていきましょう す今日開花の発表ありましたもん、ね、そうなんです、うんで、もう今度の土曜日、4月3日には満開の予想となっているんですね。 検温や消毒というのはもちろんなんですが今年は入場制限として最大2000人までとなっているんですね例年ですと新型コロナウイルス感染拡大前だと1回でだいたい2200人から2300人くらいの方が場内に入っていたということなので200人から300人くらい減らしてということになりますさらに場内での飲食禁止ライトアップ中止などの対策が取られる予定 ですそして私たちが守らなければならないマナーというのはもう当たり前になってきていますがマスクの着用こまめな手洗いと消毒人と人との距離を保つ。 そして体調が優れないという場合は、まあね予定を立てているので控えたくないかもしれませんが、やはり観光自体を控えるというのは大切になってきます。身の回りの人を救うことにもつながりますからね。そうですね。うん、そして鶴ヶ城についても見ていきましょう。鶴ヶ城は来週4月9日頃に満開の予想となっています。はい、今年は感染対策をしっかりと行った上で、来月3日から5月9日までライトアップを行う予定。 だそうです。敦賀城のライトアップ綺麗ですもんね。綺麗ですよ、ね。去年はあの2日目以降ライトアップ中止になってしまったということで、うん、そのあたりは嬉しいですよね。ただ、こちらも私たちは守らなければいけないマナーがあります。レジャーシートを使って桜を鑑賞するというのは自粛しなければいけません。また、売店など決められた場所以外での飲食は自粛しましょう。 そしてマスク着用大声で会話をしないさらにこちらも人と人との距離を保つこうしたことはしっかりと守っていきましょう。 その他の桜の名所でもさまざまな感染対策が取られていると思いますので足を運ぶ前にウェブサイトなどで確認をなさってください滝桜などには今ライブカメラも設置されていますのでお家でリモートで花見を楽しむというのも一つの方法かもしれませんねねそうです、ねはい、今年は足を運んでお花を見るという方もいらっしゃるかもしれませんが、うん、それができるのはスタッフの方が対策を行ってくれているからだということを忘れてはいけませんね。はい そして番組では皆さんからの新型コロナウイルスに関する疑問や質問をお待ちしています。ご協力よろししくお願いいたします。